皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブンイーフットボール情報を紹介していきます。はい、月曜日になりましたので、いろいろなイベントが、更新されました。はい、まずは、ノベンバー&ディセンバーログインキャンペーンの期間2回目の期間が始まりました。2週間のうちに7回ログインすると1000インフットボールポイントがもらえます。これはアプリですね。はい、こちら PS4 にも来ていて、 PS4 は1回のログインで一気に1000ポイントがもらえます。なので両方やってるっていう方は2000ポイントもらえますね。はい、そして、投票 FP 来ましたね。はい、ラインナップはこちらがヤングスター、そしてこっちがユーロの方か。はい、一応レベマの紹介は過去動画の方でやってるんで、そちらを確認していただけると、能力の違いなんかがわかるかなと思うんで、気になる方は一応概要欄に URL 貼ってると思うんで、確認してみてください。はい、もちろんこれ PS4 の方にも来ています。なんか懐かしいですね、この画像。はい、デザインなんか変わった感じもしますけど、一応ね、このような感じで来ております。なので2000コインはここで使えってことなんですかね。今週の木曜日 PS4 はもらえますね。はい、ここからがeeフットボール情報になります。新しいイベント、セリエ A のイベントがやってまいりましたと。期間の方が2日と23時間ということで、木曜までになってるみたいですね。そこでイベント切り替わるっぽいですね。はい、今回使えるのが、ご覧のように、セリエ A は、偽名がね、多くなっちゃったんですけど、すべてのチーム1を使うことができますと。はい、開催期間は先ほど言った通りで、クリア条件は、チャレンジ1が5試合で1勝、チャレンジ2が5試合で2勝、チャレンジ3がちょっと切れてますけど5試合で3勝ですね。それぞれの、クリア報酬は同じなんでいいですかね。はい、ということで今週からなのか、前半と後半にイベント分かれてるっぽいんで、まずはね、今回前半だけでいいと思うんですけど、皆さんが使うようなクラブを一応ピックアップしておきました。今回のパターンはちょっと負けが込んでて、ラツィオ、ミラン、ナポリが負けている。なのでアタランタとかユベントス、ローマ、インテル、このあたりを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。週前半まででね、イベント終わってしまうんで、初回クリアとか目指す方は早めにやっておきましょう。また後半は、イベント切り替わると思うんで、そちらは動画にしようと思います。はい、ということで、こちらのね、投票 FP なんかも順番に来るのかな、どうなのか分かりませんが、ぜひチェックして、引きたい方は、引いていただければと思います。ということで、こちらのチャンネル毎週このように、月曜日のイベント更新などチェックして、紹介しております。おそらく PS4 の eFootballは木曜日に、イベント切り替わると思うんで、またそちらもね、紹介していこうとは思います。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。